伊勢島サミット記念館は、三重県島市阿護町新名にある、第42回先進国首脳会議が開催されたことを記念する博物館。伊勢島サミットが開催された、賢島の島内にある、近鉄島線賢島駅の2階にある、愛称は、サミエール。伊勢島サミットからちょうど1年となる2017年5月26日に開館した。 伊勢島サミット記念館の設置にあたっては、北海道東野湖サミット記念館の存在が意識されており、同館の展示方法や来館状況を参考に、伊勢島サミット記念館の独自性を追求している。伊勢島サミット記念館、サミエールは、伊勢島サミットを記念するとともに、子供たちが世界に目を向けるきっかけを持つことを期待した施設で展示などを行うコーナーのほか、 土産物の販売コーナーとカフェを併設する。条例上の正式名称は伊勢島サミット記念館でサミエールは愛称である。施設の整備費は伊勢島サミット、三重県民会議が運営費は島市がそれぞれ負担している。2017年10月現在は島市が直営しているが設置根拠となる伊勢島サミット記念館の設置及び管理に関する。 条例では指定管理者制度を導入できる規定を設けている。東野湖サミット記念館がパネル展示中心になったという反省から動画やクイズなどを取り入れた動的な展示を心がけている。入り口では三重県営産アリーナに設置されていた国際メディアセンターで使われたガラス製の看板やヒノキ柱が出迎え、その隣に サミットに出席した首脳陣ロイセジングルで撮影した記念写真がある。中央にはサミットにまつわるクイズなどを出題するタッチパネル式端末やサミット関連資料が置かれている。メインの展示物である首脳会議に使われたオワセヒノキの円卓は採用部に設置されている。円卓には首脳陣が着席した椅子もあるが、 通常は日本の席だけ来館者が自由に座ることができる。その他の展示品として、バラク・オバマ大統領が記念植樹で使用したスコップ、首脳陣が記帳した法名庁、サミット警備に活躍したドローンなどがある。また企画展示スペースも設けられており、2017年時点では月替わりで三重県内の市長を紹介する展示が行われている。 立地や飲食、物販機能との連携が優先されたため、記念館の面積は297平方メートルと、狭く、三重県庁の担当者が当初望んでいた面積を確保するには至らなかったが、場所の制約を考慮し、人に焦点を当てたパネル展示が工夫された。設置期間は日本で次のサミットが開催される、都市までとし、その後は、三重県。 しまし、近畿日本鉄道の3社で来訪者数などの利用実績を踏まえて検討すると2016年12月の三重県議会で発表されている。カフェサミエールのサミットドリアセット近鉄リテイリングが経営するカフェサミエールでは、サミット参加国にちなんだ料理やサミット中に首脳陣に振る舞われた日本酒を提供し、飲み比べセットも用意する。このか。 観光特急、島風の車内で提供している、海のコーピラフもメニューに加えている。カフェの面積は122平方メートルで、客席は30席ある。土産物は、クリアファイル、ポチ袋、はがきの3種類あり、クリアファイルは円卓を囲む G7 の首脳陣の写真と開催地となった、かし島の空撮写真の2種がある。土産物コーナーも、近鉄リテイリングの運営である。 2018年8月から9月にかけてサミット会場となった島観光ホテルで執筆活動を行っていた山崎豊子が没後5年を迎えるにあたり小説華麗なる一族の自筆原稿のレプリカなどを展示する催しがカフェ内で開かれた伊勢島サミット記念館の愛称サミエールはサミット、ミエ、ミエルの3つの語を合成したもので 親しみやすく呼びやすいとして採用された。命名者は同県松阪市在住の会社員男性である。2017年2月8日から3月8日にかけて日本全国に向けて行われた公募の中から三重県知事の鈴木秀隆や三重県職員らが選定したもので応募総数は939件に及んだ。伊勢島サミット記念館の設置構想は サミットの開催前からあり、三重テレビで2016年の元日に放映された、中日新聞明総局長と鈴木秀太家知事との対談の中で、サミットの記憶を残すという意味で重要として、鈴木知事が記念館の設置を検討していることを明らかにした。鈴木知事は1月4日の記者会見の場で正式に記念館の設置検討を表明し、 既存施設を利用すること、伊勢島サミット、三重県民会議への寄付金を設置費用に充当すること、開館時期は2016年度中、またはサミット開催1周年を目処とすることなどを同時に示した。運営主体や設置場所、展示内容については、今後細部を詰めるとした。2016年2月17日の伊勢島サミット三重県民会議役員会では、 記念館の基本方針が示された。具体的には、子どもたちにとって学習の場となるような体験型の要素を持った記念館とすること、サミットの様子やサミットで使われる、調度品、国際メディアセンター、三重情報館の展示品を紹介する場とすること、設置場所はアクセスがよく開催記念にふさわしい場所とすること、というものであった。さらに三月四日の三重県議会では、 島市選挙区選出議員である中島年紀が記念館を島市に誘致しようとする運動があることを紹介した上で一般質問を行い記念館が設置される自治体が記念館の管理運営に当たるという前提で設置検討を進めているという県の方針を引き出したサミットで使用された円卓と椅子2016年5月26日と27日の両日 伊勢島サミットが開催された。サミット当日の中日新聞のサミット特集には、鈴木知事のインタビューが掲載され、伊勢島サミット記念館は、北海道東屋湖サミット記念館がパネル展示中心であるのに対して、動画を利用するなど動的でコンテンツを重視したものに、することと、設置の最有力候補が、島市であることを明らかにした。そして6月20日、 鈴木知事は、伊勢島サミット報告会の場で記念館の設置場所が、賢島駅の2階に決定したと発表した。設置時期は、翌2017年5月までとし、運営費は、設置自治体である、島市の負担になることがこの時決定した。8月1日にはサミットで使われた円卓や、首脳陣が着席した椅子を展示することが発表された。 伊勢島サミットの開催は2013年の第62回神宮式年念戦入以降、加工気味であった島市の観光客来訪動向を上向かせたものの集客像にならなかった観光施設もあり、会場となった賢島でも2016年11月には例年並みまで観光客数が落ち着き始めており、地元ではサミット記念館の開館が待ち望まれた。一方で、 東野湖サミット記念館が、開館初年こそ2万人を集めたものの、2年目には約8600人、4年目には4200人と、減少を続ける中で、廃止検討もなされるような状況であることに、関連して、伊勢島サミット記念館が、お荷物施設になるのではないかという市民の不安の声も、上がり、中日新聞は、開館が、遅きに失した感は否めないと批判した。 2017年2月上旬により、賢島駅の2階で、伊勢島サミット、三重県民会議が1億円を拠出した、改修工事が始まり、3月23日に、報道陣向けに工事中の記念館が公開された。この時点では天井を塗装する工事を行っており、展示物などは一切ない状態であった。4月より展示物の搬入作業が始まり、4月26日には、 愛称がサミエールに決定したこと、会館がサミットからちょうど1年となる2017年5月26日になることを鈴木知事が発表した。そして5月22日に内覧会が開かれた。同日の東京、総理大臣官邸では安倍晋三内閣総理大臣が記念館向けのビデオメッセージの収録に臨んでいた。2017年5月26日、 鈴木知事らによるテープカットが行われて、伊勢島サミット記念館が開館した。開館前には、地元住民や観光客らが列をなして開館を待ち、午後2時の開館から午後5時の閉館までの3時間に約1000人が入館した。最初の来館者は、賢島を皇区に含む島市立新名小学校の6年生45人であり、鈴木知事から直々に、 館内の案内を受けたほか、通常は座ることのできない日本以外の首脳の席にも座ることが許された。サミエールに至る会談開館前の不安をよそに、6月16日に東野湖サミット記念館の初年度入館者数22,279人を突破した。東野湖サミット記念館のアクセスが不便で入館が、 有料であったために集客に苦戦したことを踏まえて、賢し駅構内かつ入館無料にして来館者を増やそうと格索した三重県の目論ろみが当たったと言える。開館からわずか22日間で、東屋小越という目標を達成し、7月23日には5万人を突破、10月2日には10万人を突破した。この間、企画展示スペースでは、 島市の祭りや四日市市のコンビナートが紹介され、10月より、戸橋の展示に切り替わり、戸橋で開かれたサミットの配偶者プログラムの様子が、写真などで披露された。11月22日、車椅子のまま利用可能な階段昇降機が、設置された。12月25日のクリスマスには、G7 各国にちなんだ歌詞をサンタクロースに噴した、 職員が来館した子どもたちにプレゼントした。2018年3月31日、整備費を拠出した伊勢島サミット、三重県民会議が解散した。同年5月26日の開館2周年記念に、解散した県民会議で保管していた吉田沙織、楠田恵里子、安倍静恵ら三重県出身者が、サミットの成功を願って寄せたサイン色紙を初公開した。 また、サミット当日であった5月26日と27日の両日、国際メディアセンターで飾られていた木製すだれのブロックが子どもたちに配布された。11月には入館者数が30万人を突破し、翌2019年2月15日に33万1000人を達成した。サミエールのある、賢島駅伊勢島サミット記念館のある、 鹿児島駅は1日1000人弱の乗客がある近鉄島線の終着駅である。駅舎の設計は村の東吾が手掛け、サミット記念館の設置のため2階部分は改修工事が行われているが、外観の変化はない。記念館は駅舎の2階にあるが、2階に行くには階段しかなく、2017年11月に階段昇降機が整備された。 開館時間は9時から17時で、年中無休で入館は無料である。公共交通機関利用の場合、鉄道は近鉄島線賢島駅、路線バスは三重交通賢島駅前バス停留所で下車する。自家用車利用の場合、伊勢自動車道伊勢 IC、または伊勢西 IC から三重県道32号伊勢磯部線、国道167号を経由して、賢島へ向かう。 伊勢島サミット記念館の駐車場はないので、賢島駅南口にある観光用の無料駐車場に自動車を置いて南口から賢島駅構内に入る。ありがとうございます。